邪魔だよ。これがね、もう1日で3円か何かな。もう1日目は全然食べずに、巣から出したばっかりっていうことで1日連れてきたんですけどね。まあその日は苦労しましたね。2日目、まああんまり食べなかったですからね。まあ3日目から本格的にだんだんと良くなって、今はもうこの通りですよ。はいはいはい、これってなんかね、はい、今度はこっちこっちこっちよ。はいはいはい、こういう時はあんまり、はいね、こっちこっち、あんたはもう埋もれてしまってね。はい、これだったらな。はいはいはい、はい、つられて食べるかね、あんた。つられて。こっちはもう、皮付きの餌をどんどん食べてますけどね。それもまだそうやって、栄養不足にならないように、補給してます。もう、ぼちぼちしちゃダメだよね。こういうふうに、ガツガツガツとはもう来ないんですよね。うん、こういうの。もう、こうして食べないで、最初食べないかと思うと、また、後でやると食べるんでね、これが。ちょっと目に入りそうですから拭いてあげます。ね、よしよし。入った時ね、目薬も用意してやってんですよ。抗菌目薬が。あれ刺激じゃなくていいですよ。まだあったかい。はい。いいでしょ、いいかね、頑張んな。なくなるとね、また他にも待ってるんだよ。よし、ちょっともうそれだけにしといて。あとこっち、ほら、今日はこれ脱出してるよ。はい、ほら、どこかあるんでしょ。これも小桜ですけど、雪の方ですね。これが大きくなった。もう間もなく手乗りになります。もうそろそろ訓練にかかろうと思ってます。食べますか。はいはい、はい、まだ入ってるね。どうする？いや、
ね、もうないよ餌は。はい、こっちはもういくら食べても綺麗なんですね。で、大変膨らんでるからもういいと思いますね。やればいくらでも食べるって感じがしますけどね。うん、これはいっぱい見たらね、ああ膨らんでる膨らんでる。おうおう、いっぱいいっぱいいっぱいだね。よく食べてる。お、はいはい。もうね、ごめんごめん、もうない。ほら、ほら。完食でね、ない。ありません。ちょっとこれ、こっちの手払ってみようか。少しありました。はい、もういいな。はい、終わりです。だからこのシートを取り替えて眠らせます。まだ下にカイロ入れてますけどね、全部カイロが入ってます。これ取り替えるのが大変ですよね。早くいいところになってくれ。怖がって怖がって、隠れるようにしてきましたね、こう来たときは。それに比べればもうだいぶ進歩しましたけどね。目についてないかな。ついてないね。あ、そうです。逃げなくなりましたからね。ここそーっと隠れて、もう、ふーっと威嚇してましたよ。親から離して、即、行きましたからね。びっくりしたでしょうね。暗いとこから明るいところ。これが一番小さいのかな。これが一番大きいようですね。この中で。止まれるようになったね。止まれるようになりましたね。ここご飯がいっぱいついてるよ。え？高いね、高い高い。高い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 。怖い怖い。今日下げたね。これはいいね。暗くなってちょっと見てて、ちゃんとどうなったの一体。気が向いてますね。カイカイ。
だからできないね。よーし、はいはい、指止まって、よし、こうやって止まってみ。どんなのがいいかな、これ止まっちゃう、これ、はい、もうないの、もうないの、今日はないの。よしよし、もういいけどね、普段でもね、かなり十分食べてるね、うん、大丈夫、これだけ食べれば、うん、そこ入ってるね。眠り時間が来たのが分かっているからですね。だからこれは今からスイッチを取り替えて針を入れて寝させます。はい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 、もう今日は遊んでやれないよ、これ最後ね。